はい、スマイキーのリンダマンとパウエルです。お願いします。お願いします。先ほどジェスチャーしりとりっていうのをやったんですよね、2人で。あ、2人で、そうそうですよ。しりとりなんやから1人でやったら何してんのってなるから。あ、はい、そうやわ。2人でジェスチャーしりとりをやっていきました、うん、難しかったね。あれはむずいな。やっぱヒントがないと無理、うん、最初ヒントなしでやったけど、うん、もう何やってんのか分からなかった。そうそう。リハね、うん、リハでヒントなしやったけど、マジで続かん。2分で3回っていう。なかなか考えてたもん。そう、恐ろしいことになりましたね。なじゃあ見ていきましょうか。せやな、見ていきましょう。はい、じゃあどうぞどうぞ。リレー。はい、レース戦ってるみたい。せやな、画面越し見たら戦ってる。スイカ割り、スイカ、もうスイカ割れてええやん。確かに、でもスイカにしたかった。あ、そう、リームズイやん。アホ話す。カラスがアホと泣くんかっていう。泣いてるんちゃう。アニメでしか見たことない。これね、あ、なんか踊ってるみたいな。そうやな、踊ってるな。スキー行ってきて、ソードボール、金メダル。そう、あ、で優勝して金メダルと。そうそうそう。ルール、ルール。どうすんねん。どうすんねん。やばい。難かった。ブックスね。この音なんやの。ちょっとなんか。マジでブズかった。これマジでヒントないと無理なやつ。いや、階段登ってんの。なんか運んでるように見えるんですよ。滑り台。滑り台、あれはなかなか空中でやろうが難しい。座ってるね。椅子、そう、椅子。平行に入れます。皆さんどうでしたか？いやー、もう滑り台でもうみんな突っ込んでんじゃん。え、でもこれ3分ぐらいやれるよな。ああ、そうやな、結構時間一瞬やったし。うん、そう、ちょっとまたこれやりたいな。そうやな、うん、ちょっとやってみようか。そう、次3分とかでやっていきましょう、うん、なんか2人だけでやるのもあれやから、なんかもう一人が欲しいけどな。そうやな、うん。いや、でもこれ撮影してるときさ、一、うん、回動画区切れてたやん、うん、あれな、まさかの通行人が通って、あ、ちょっと恥ずかしくなってつい止めてしまったっていう。なんで止めたんやろ思って。そうそう、向いたら親子行ってたね。俺は全然やってたけどね。いや、あれ滑り台やってるときやったっけ。あ、じゃあ恥ずかしいわ。そう、一番恥ずかしいね。何してんねんろっていう。しかも子供さえがもう顔見するやろ。そう、当初は2分でやろうってアラーム設定したけど、うん、1回止まって、うん、いや、あれあと何秒残ってんねやみたいな、うん、で、いざ作ってみたら1分35秒ほどやったっていうね。微妙なあれやな。そうそうそう、なるほど、ね、次やる機会あったら3分いきましょう。3分いきましょうか。うん、ではエンディングお願いします。あ、でもさ、ちょっと待って、うん、チャンネル登録者数増えたね。増えた、増えたね。お、今31。だいぶ進化したなね。ああ、そうね。まあ、あと、うん、やっぱ収益化するには969人、うん、登録者がいると。果てしない。まあでも俺らが楽しくな、面白くやってたら自然と増えるから。そうね、やっぱリンデマンのこの素の人間性をどんだけ出していけるかが、やっぱチャンネル登録者数とか評価になってくると思うよ、うん、いや、まあ俺だけじゃなくて、そのパウエルのそのボケとツッコミであったりとか、俺が引き出さんだよね。俺は純正のツッコミやからさ。そうなの、プレーンなツッコミやから。プレーンのツッコミだ。そう、ボケはせえへんから俺は、うん、いや、たまにはいいと思うけど。いや、してるやろ。やなんやねん、今のもボケやねん。あ、今のボケ。そうそうそう。リンでもあの座右の銘とかあったやん、うん、会が、うん、あった。そこで鼻くそをじってるツッコミおる。絶対ボケやん。わざとじゃん。あ、わざとか、あれは。わざとやからボケやん。
いやいや、わざとじゃなかったら恐ろしいやつや。俺純粋に徳川で鼻くそほじってるの思ってさ、あ、これええんやん思ったら、ああもうそれあれこそまあやっぱボケよ。あ、ボケか、はい、何の話してんねんではエンディングお願いします。はい、んじゃないってエンディングをどうぞエンディングお願いしますって振って今だからんじゃない何もいや出てきてんなこういうのをやっぱ引き出していくのが俺の使命なのよ。あ、そう、視聴者の方はこれを見たいね、リンデマンのこれをはい、だからエンディングお願いしますわ。OK です。はい。ってことで、ね、これからもいろんな面白い動画を撮ってたくさんね、投稿していきたいと思うんで、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。いや、本当にお願いしますわ。どんどん宣伝していこうか、俺らもな。そうっすね。ちょっと T シャツ作らへん？え？スマイキー TV っていう T シャツ作ってフィッシャーズみたいに。誰が買う？街中歩いて、チャンネル登録お願いしますって言って歩くねん。だいぶ恥ずかしい、公開処刑いやいや別に恥ずかしいものを作ってるわけじゃないからね、こちらちゃんっていうのは、うん、ああなるほどな、うん、ということで次の動画でまた会いましょう。はい、はい、以上スマイキーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。にらめっこすんだ。